チャールズ・ブラントリー・エイコックは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の民主党、政治家であり、1901年から1905年まで、ノースカロライナ州知事を務めた。知事としての任期の間に、州の公共教育制度の改良を訴え、知事を辞めてからも国中を旅して、教育のために貢献した。20世紀の大半で、エイコックは、歴史家たちや、 ノースカロライナ州の政治家たちによって、称賛すべきほとんど成人であるかのように扱われてきた。ノースカロライナ州の主要新聞によると、近年この見解は再検討の対象になっている。しばしば見過ごされているのは1898年と1900年の白人市場主義運動で、指導的発言者として英国区が果たした役割である。 歴史家によれば、広く行き渡った、暴力、有権者の脅迫、不正投票及び、ウィルミントン政府のクーデターすらあった。この運動ははるかに大きな結果を生んだ。黒人は、文字認識試験をもとに選挙人名簿から除外され、事務苦労法のやり方が法制化され、民主党が20世紀の3分の2の間タールヒールの、正解を支配することになった。エイコックが、 知事になる前に1898年ウィルミントン暴動に参加しており、これはアメリカ合衆国史の中で一つのまた唯一のクーデターだとされている。エイコックはノースカロライナ州ウェイン郡でベンジャミンとセリーナのエイコック夫妻の住人いた子供の中で末っ子として生まれた。家族は当時ナフンタと呼ばれていた現在のフレモントの町近くに住んだ。父は エイコックが15歳の時に死んだが、母と兄たちが、エイコックの才能を認め、カレッジに行かせるべきだと判断した。1880年に、ノースカロライナ大学チャペルヒル校を、弁論術と随筆で一等を取って卒業すると、ゴールズボロで、法律実務を開始し、学校で教えて、収入を補った。 この二つの分野で成功したことで、ウェイン軍の学校の監督官に指名され、ゴールズボロ教育委員会に勤めることになった。エイコックは1888年にグローバー、クリーブランドの選挙人になったことでその西暦が始まり、この時に弁論家と政治討論者としての評判を得た。1893年から1897年には、 ノースカロライナ州東部地区の連邦検察官を務めた。1898年と1900年、エイコックは民主党の白人市場主義運動で結出したものとなり、共和党の知事候補、スペンサー・アダムズを破って知事に当選した。知事としてのエイコックは公共教育制度を支持したゆえに、教育知事として知られるようになった。 彼が知事であった間に1日に一行の割で、学校が建設されたと言われた。おそらく母が不動産の証書に署名するときに、印だけをつけたのを見て、教育にのめり込むようになったと考えられている。エイコックは、教育なくして永続する、社会改革は成し遂げられないと考えた。教師の給与増加、学期の長期化、及び新しい校舎の建設を支援した。 690の新しい校舎が建設された。599校は白人用、91校は黒人用だった。バンスグランビルコミュニティカレッジのジョンベック、ウェインリ・フランドセン及びアーロン・ランドールによれば、白人至上主義運動を助長した。そのエコックが、ノースカロライナ州でも最初の革新的知事と考えられている。 白人至上主義者としての嫌な役割にもかかわらず、現在の州内でも公共教育の父として記憶され、栄誉を称えられており、州内に英国区の名前を冠した公立学校の内軍はほとんどないくらいである。英国区は1905年に知事の職を辞した後、法律実務を再開した。1912年に領有の民主党員、 ファーニフォールド・ M シモンズが現職だった、アメリカ合衆国上院議員の選挙に出馬するよう説得された。しかしその投資名が決まる前の1912年4月4日、アラバマ州教育協会のための演説原稿を準備している時に心臓発作で死んだ。ノースカロライナ州グリーンズボロでは、ノースカロライナ大学グリーンズボロ校のホール、通り、地区及び中学校が、 すべて英コックにちなんで名付けられている。ノースカロライナ大学チャペルヒル校、イースト、カロライナ大学及び、デューク大学の寮も英コックにちなんで名付けられている。パイクビルには英コックにちなんで名付けられた高校がある。1832年、チャールズ・ケックの制作になる英コックの銅像が、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の 国立彫像ホールコレクションにノースカロライナ州議会から寄贈された。この像は最初の13植民地にあたる州から寄贈された他の彫像とともに議事堂の地下室に展示されている。ありがとうございます。